ジュエルペットアニメ作品、ジュエルペットテ、インクル、ジュエルペットテ、インクルは、サンリオとセガトイズによるキャラクター、ジュエルペットのアニメ版の第2シリーズ。2010年4月3日から2011年4月2日まで、テレビ、東京系列で放送された。全52話、特別編1話。キャッチコピーは、女の子は誰でも素敵な魔法使い。前作である、ジュエルペットから、 制作局がテレビ大阪から系列キー局のテレビ東京に変更され、それに伴いテレビ東京以外の系列他局ではローカルセールス枠扱いとなった。なお、キー局での放送枠は前作までの日曜日9時30分10時枠から土曜日9時30分10時枠に移動した。関東圏のみ字幕放送。前作から人間のキャラクターは大幅に変更され、 一部のジュエルペットの性格や魔法も前作から変更されたが、個々のジュエルペットが持つ宝石パワーなど原作と共通する設定も前作と変わっていない。世界観は前作と直接的な接点はなく、シリーズの繋がりについても一切言及されていない。さらに、学園物のテイストを色濃く取り入れ、ジュエルランドの 魔法学校という製品の基本背景を生かしたシリーズ構成になり魔法学校への入学から卒業までを一貫して描いているのが特徴他のシリーズに比べてファンタジー色が強くシリアスなストーリーとなっている恋愛要素も強い前作とは打って変わって主要スタッフは一部を除いてすべて一新しており本作には2007年放送の七つ色ドロップスの メインスタッフが集結しており、制作に当たっている。またサブライターには、山田隆史、江夏輸血は、前作より引き続き参加している。国内物販では、前期より大幅に売り上げが伸びた。魔法の国チュエルランドでは、魔法学校の始業式が始まった頃、新入生のルビーが投稿してくる。新入生の魔法入学試験を受けさせるのを、すっかり忘れていた。 モルダバイト校長は、この場で試験を行うことを決定する。ルビーは、試験を打てるが、魔法のコントロールがうまくいかなかったため不合格。しかし別の入学試験の方法として、レアレア会へ行き、ルビー自身のパートナーの女の子を見つけ出し、二人一緒に魔法学校に入学できれば、入学試験合格と言い渡される。レアレア会へやってきたルビーは、 小学校の始業式に行く途中だった小学6年生のレアレアの女の子、桜明里と運命的な出会いを果たす。ジョージュエリーナが魔法で作ったという国。すべてが宝石でできていると言われる。天井には大小二つの月が輝き、小さな月には何か秘密が隠されているらしい。上空にはジュエルランドリングと呼ばれる輪が存在し、地上からは白色の虹のように見える。 ジュエルランドでは人間の住む世界のことをレアレア界と呼び、レアレア界に住む人間をレアレアと呼ぶ。この世界に住むジュエルペットは生まれながらに魔法を使う能力を持っている。この世界には魔法を教える学校が点在し、その一つである魔法学校に主人公は通うことになる。ジュエルペットが魔法学校へ入学するためにはパートナーとなるレアレアを見つける必要がある。 ジュエルペットはパートナーを幸せにすることが最大の幸せであり、パートナーの夢と元気がジュエルペットのパワーのもとになっている。パートナーが元気がなくなると、ジュエルペットも元気がなくなり、特にひどい時は熱を出して渾水状態に陥ることもある。ジュエルペットにはジュエルポットというアイテムが与えられる。このアイテムを使うことで、レアレア界へ行くことのできる魔法人を取り出したり、 レアレアの位置を調べたりすることができる。時間の進み方は、ジュエルランドとレアレア界とでは変わらない。レアレア界で、ジュエルポットを用いて、ジュエルランドへ行き、再び、ジュエルポットを用いて、レアレア界へ戻った場合のみ、レアレア界を出発した時刻へ戻ることができる。行き分かれのアルマとユーバが、互いの世界で同じように成長しているのもこのため、ジュエルポットで、 レアレア界からジュエルランドへ移動する瞬間は時がほぼ止まるといった性質がある。魔法学校はジュエルペットとパートナーのレアレアが魔法を勉強する場所であり、建物の奥行きはモルダバイト校長の魔法の力で見た目以上に広くなっている。広い校舎には不思議な部屋がいっぱいあり、誰も知らない秘密の部屋もあるらしい。本作では明かりを中心に 人物側をメインにしており、ジュエルペットは準キャストになる。物語の舞台は、魔法の国ジュエルランドがメインとなっている。主要人物の青年月日などの出展は、OP アニメより、主要人物の家族ウィンストン学園主要ジュエルペット、その他のジュエルペット基本的に、魔法の名称を呪文の末尾につけて使用する。女性が唱える魔法と違い、男性は、 錬金術の呪文を使っているので、女性と男性で呪文がそれぞれ異なる。女性が唱える呪文は、ティンクルティンクルとなり、男性が唱える呪文は、グリーラグリーラとなる。このためパートナー同士の性別は統一した方が、魔法を成功させやすく、作中ではそうしているパートナー同士を参見できる。主に段階的に強くなっていく魔法と、術者の魔法レベルと無関係に、 強力な威力を発揮する呪文が存在する。前者は単に威力が増すというものではなく、状況によって多様に変化する。後者は冒頭に唱える発動時の予備呪文を唱える必要がない。作中では説明されていないが、高い魔法技術を身につけることにより、特定の呪文に頼らなくとも、イメージをそのまま具現化できるようになる仕組みになっている可能性がある。ゆえに、 強力な魔法は魔法の本質をちゃんと理解した上で使用しないと暴走する恐れもあり大変危険である特に魔法薬の類は簡単に使える分暴走する可能性があるなお魔法技術の習得についてはどんな魔法もパートナー同士が協力して絆を深めることが上達の秘訣とされている第2話からミルキー、ルナが ジュエルペットや魔法学校を紹介するミニコーナーとして組み込まれた。また会によっては、アメトリン、トリスティンが進行役として紹介することがある。第43話以降は、ジュエルランドの案内役のジャスパーが進行役となっている。インターネット動画配信時間帯はすべて現地時間。販売、発売はサンの方針により、日本国内限定に制限されている。 CD はすべて日本コロンビアから発売。DVD ボックス、端巻版は、フロンティアワークス、DVD ブックは、販売元ビーブ、日本コロンビア発売元ビレッジブックス DVD ブックは、各4話収録、4コマ漫画、キャラクター紹介、関連商品などが掲載。なお、DVD ブックは3巻で、発売中止になったとシリーズ構成の島田が、 自身のツイッターで発言している。フロンティアワークスから DVD と CD の2枚組をセットしたファンディスクを発売。フロンティアワークスからブルーレイディスクと CD の2枚組をセットしたファンディスクを発売。今作ではジュエルペットシリーズ初のブルーレイソフト化フロンティアワークスから2012年10月18日に生産、発売することを フロンティアワークスアンテナショップ公式サイトにて発表された。アニメ版はすべて小学館から発売。販売元、サンリオ、発売元、昭和の音から、塗り絵、デラックス着せ替え、カルタ、スゴロク福笑い発売。アニメ版関連グッズも発売。いずれも、サンリオからライセンス承認商品。初期は、ジュエルパッドティンクルとご表記されていた。 サンリオライセンス好調で4から9月の営業利益2.2倍、流通ニュース2010年10月29日。そのため、キャストクレジットは、明かり役の高森がトップであり、ルビー役の斉藤が前話通して、トップクレジットではない唯一のシリーズとなっている。監督の山本天使によるとモデルは、神奈川県葉山町であるとツイッターでコメントしている。メディアが、秘密と言いながら、 足で隠しているが、一部分が見えている。この数値が事実であれば、アメリカ出身であることを考慮しても8歳の割には背が高い。AB 第3回戦は握るフローラを捕まえて、頭を3回撫でるというものだが、一方がフローラを魔法で捕まえようとしている際に、他方は魔法でそれを妨害してはいけない。ただし、 実はすでにカンパされており、審査員の校長たちが推奨級でその現場を見ている場面がある。テレビ、東京公式サイトの解説ページでは、で、インクルティンクルとひらがな表記になっている。特に最後の12個目の取得資格を得ることは、己の心の欠点をすべて克服したことにもなる。ゼクシズが元受け制作する特別編では、スタジオコメットは、 アニメーション制作協力としてクレジットされている。お正月に放送したため、テレビ、東京系列局は7時30分8時で同時ネット。なお、テレビ北海道とテレビ愛知は8日遅れの放送だったため、第39話も同日7時七時30分に通常放送を行った上、実質上これら2曲とも1時間枠で放送され8日、遅れから一日遅れに短縮した。 2013年7月22日発売 BD ボックスと2018年7月22日発売のファンディスク S に収録。ただし2015年7月22日発売の BD ボックススタンダードエディション版は除く。ユーネクスト公式アカウントハット BD ボックス完全生産限定版やファンディスク S で制作収録した新作エピソードは除く。 島田光のツイッター発発表時の歌唱は、ジュエルペットテ、インクル、ファンディスク20だった。これは、主人公のヒロインである桜明が2018年7月22日の誕生日で20歳を迎えることからの由来だった。販売は、フロンティアワークスアンテナショップのみの完全予約生産販売で、店頭、または、他のウェボ通販などの販売方法は、一切行われない。 ブルーレイボックスの発売に関する出来事として2012年9月9日午前0時からフロンティアワークスアンテナショップのみの受付で予約数百例件以上の生産決定権の条件付けで10月31日午後11時59分の予約締め切りまで予約開始をした予約開始当初はクレジット決済のみの受付を行っていたがクレジットカードによる受付エラーの多発や クレジットカード未契約者多いことから9月28日にはエンドロール PC 壁紙特典対象外の条件で代金引き換への受付も開始された。そのため予約数がさらに伸びて10月18日に生産、発売が決定した。その後、第2次、第3次、第4次の予約開始をすることを発表したが、第3次、第4次の予約で郵便振り返し払いに対応した。 予約受付も開始され、クレジットカード決済の場合は、エンドロール PC 壁紙特典対象外になった。2013年7月21日18時から、サンリオピューロランドにて、ブルーレイボックス発売記念イベント上映会と、商品をお渡し会を行われた。この発売記念イベントは、フロンティアワークスの主催で、監督の山本天使、キャラクターデザインの岩幸子、 脚本の島田光る、声優の高森夏美、竹田津彩奈、片岡梓、高本恵を迎えのトークイベントなど行われる予定。参加には、クレジットカード決済、代金引き換え、郵便振替えでの予約した人を対象に2013年6月3日18時まで申し込みが可能で、一定の応募数が超えた場合は抽選の条件となっていた。フロンティアワークス。 ジュエルペットテ、インクルブルー、レイディスバックス、パッケージ担当者のツイッター2013年6月13日14時47分の発言に添付されている画像本製品の書き下ろしイラストも含むこの商品は2015年10月11日に東京秋葉原で主催されたエクサ、無格闘ゲームイベントにて先行販売されたが売れ余ったため、残りの分による通販で注文受付を開始した。 B2 サイズ基準である縦 728mm 横 515mm が縦のみ約 700mm しかない状態で生産出荷不備が発覚したため同年10月中旬頃お詫びとして不備品返却不要の条件付けで正規サイズを無料で届けられた。ありがとうございます。